中国機に対して電子妨害を行ったとされるのが、アメリカ海軍空母艦載機の電子戦機 EA-18G グラウラーである。電子戦機の導入についても2018年頃から日本政府が導入を検討していると報じられている。中国軍機がアメリカ輸送機を追跡するも EA-18G グラウラーから電子妨害。防衛省は電子戦への対策を本格的に始めた。21世紀は戦火を交えるわけではなく、人知れず始まる見えない戦争の時代とも言われる。電子戦とはミサイルなどの兵器を使用せずに電波によって相手を無力化する軍事行動である。ロシアとウクライナの対立はまさにハイブリッド戦争によって特徴づけられる。具体的には SNS などのインターネットメディアや既存のメディアを通じたデマ、フェイクニュース等、偽情報による社会的混乱、サイバー攻撃による重要拠点施設の活動妨害、主権による指揮命令関係を意図的に隠匿した物理的な作戦と兵器によるハイブリッドの戦いだ。今回は台湾を訪問したアメリカ下院議員の輸送機が中国の電子戦機に追跡された事案、またそれを妨害したアメリカ空母艦載機の電子戦機の特徴について解説していこう。中国軍によるアメリカ輸送機の追跡事案。香港メディアによると、2022年8月17日、中国の戦闘機がアメリカのナンシー・ペロシアメリカ連邦議会下院議長が乗る輸送機を追跡しようとしたものの失敗したと報道した。事件の概要は次の通りである。ナンシー・ペロシ氏は台湾の蔡英文総統と会談するため台湾へ向かった。かねてより台湾総統へのアメリカ下院議長による歴史的来訪に対し、中国政府はもし実現すれば黙っていないだろうなどの発言で軍事的な対応を取ることを示唆し、激しい非難を浴びせていた。これを受けてアメリカ軍は南シナ海に配置されていた空母ロナルド・レーガンを中核とする機動部隊をフィリピン海に展開し、万が一の事態に備えていた。ペロシ氏はアメリカ空軍所属のボーイング C-40 で台湾へ向かったとされる。これに対し中国側はマルゴー5型駆逐艦のレーダーおよび J-16D 電子戦機でペロシ氏が搭乗する C-40 の追跡を試みた。しかしながらアメリカ空母艦載機の EA-18G グラウラーによる電子妨害によりあえなく追跡に失敗した。中国側の失敗はまだ新兵器に慣れていない中国軍側の運用体制や能力からすれば当然とも言えると評される。しかし中国側はペロシ氏が台湾から去った後も1週間以上も台湾包囲演習を繰り広げている。ペロシ氏追跡事件およびこれに引き続く包囲演習期間を通じて、米中は激しい電子戦を主とした見えない戦争を行ったと見られている。アメリカの電子妨害機 EA-18G グラウラーの能力。ペロシ氏追跡事件において活躍したと見られるのが米中両国の現代的な戦闘機である電子戦機だ。中国機に対して電子妨害を行ったとされるのがアメリカ海軍空母艦載機の電子戦機 EA-18G グラウラーである。電子戦機とはその名の通り電子戦のために設計され、そのための装備を施された航空機だ。電子戦は現代戦の要である。レーダーや無線通信といった電波通信網を通じた戦況分析判断および通信能力は軍事部隊の時期に応じた実効的な軍事行動の展開に欠かせない。現代戦における電子戦とは主にそういった電波通信網をめぐる敵部隊と味方部隊との攻防である。防衛白書によれば、電子戦の概念は味方部隊の電波通信網を守る電子防護、敵部隊の電波通信網を妨害電波によって破壊または使用を困難にする電子攻撃、そして相手の電波の情報を収集する電子戦支援に分類される。
制空権の確保が海上・地上における軍事部隊の展開に欠かせない現代戦では、敵防空網の制圧作戦がいかなる軍事行動においても重要だ。実際、ウクライナ戦争においてもロシアは制空権を完全に奪うことができず、苦戦を強いられている。制空権の確保や地上・海上部隊の電子戦支援を主に担うのが電子戦機の任務である。今回活躍した EA-18G グラウラーはアメリカ軍の電子戦機 EA-6B プラウラーの後継にあたり、電子攻撃および電子戦支援といった任務を担うために開発された。この機体はボーイング社製で複座型の FA-18F ブロック2戦闘攻撃機をベースとして開発され、見た目は通常の戦闘機のように見える。ただし電子戦機である本機では固定武装は省略され、本来はバルカン砲が搭載されているスペースにも電子戦用の機器が搭載されている。電子戦機器として戦術妨害装置、無線周波受信システム、通信対抗手段セットを搭載し、敵に対して電子妨害を行い、レーダーや通信機器を無効化することがミッションである。電子戦機の導入を検討する日本。電子戦への対策は日本でも進んでいる。もとより電子戦概念自体は決して目新しいものではなく、軍事活動に電波が利用された当初から存在した。第二次世界大戦においても航空レーダーや通信妨害などの電子戦は日米間において激しく行われた。しかし令和元年の防衛白書には電子戦が第一部コラムにおいて紹介され、令和2年版防衛白書では電子戦に関する各国の取り組みが紹介されるなど、より進化し複雑となった現代的な電子戦への対応が改めて意識されていることがうかがわれる。その背景には中国とロシアの電子戦機の能力向上があることが一般に指摘される。ペロシ氏追跡事件にも投入されたとみられる中国側の電子戦機 J-16D は2021年に初公開された最新鋭機であり、中国も電子戦機の開発に力を注いでいることがうかがえる。またウクライナ・ロシア間における軍事作戦では活発な電子戦が本格的に展開されている。我が国の陸上自衛隊でも北海道、九州、沖縄を中心に2022年度末までにネットワーク電子戦システム装備を中核とする電子作戦隊の配置が予定されており、電子戦への対応は着々と進んでいる。また電子戦機の導入についても2018年頃から日本政府が導入を検討していると報じられている。具体的な導入策は明らかにされていないが、有力な候補として EA-18G グラウラーのリース契約が取り沙汰されている。また川崎重工業が2025年度納入をめどにした開発施策契約の下で次期電子戦情報収集機の設計を担っていることも報道されている。電子戦機の導入。電子戦の歴史自体は古いものの、電子通信技術の進歩によって高度化複雑化したことでより対応が重要となっている。現代における新兵器の主体は物理的兵器だけではない。近隣の中国やロシアといった国家もその開発と演習実戦への投入を通じて着実に対応を進めている。そうした現状はペロシ氏による台湾訪問時およびこれに続いて生じたとされる米中間の電子戦に如実に示されたといえる。アメリカも EA-6B プラウラーの後継として EA-18G グラウラー電子戦機を開発するなど電子戦機の改良を重ねている。我が国においてもとりわけ令和に入ってからグラウラー電子戦機の導入が検討されると同時に、独自の電子戦機開発計画が起草されるなど、電子戦機や電子戦をめぐる状況は目まぐるしい。